星街すいせいのミュージックスペース。皆さんこんばんは。すいせいのごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星街すいせいです。さて、この番組はホロライブに所属するバーチャルアイドル星街すいせいが宇宙に響き渡るような歌姫になるべく、願い事や思いを音楽に乗せて奏でていく音楽番組となっております。今週もこの放送は YouTube で同時視聴されています。皆さんはどちらで聞いても OK ですよ。さて、今日はオープニングからゲストを呼び込みたいと思います。というのもですね、いつも大変お世話になっているあの方がですね、新曲をリリースするって聞きましたので、早速ちょっと呼んじゃいたいと思います。シンガーソングライターの坂上陽介さんです。イエーイ、ノリノリお兄さんやってきました。なんか初めてですね、オープニングゲストってね、びっくりした。自分がね、うん、一番びっくりしてるいいのって台本読み合わせの時に、うん、そう知らなかったみたいなやつ で、なんとね、坂上陽介さん、うん、7月から6ヶ月連続でなんか曲をリリースされるということで。そうなんですよ。どういうことですか？ほら、いつもはね、ノリノリお兄さんね、はいはい、シンガーソングライターやかツアー回ったりしてんの、全国ツアーとか、うんうんうん、でそういうのが一切なくなってしまって。そうですよね、はいはい。そうで、みんなが聴いてくれる音源だけは常に新しくしておこうっていうことで、なので、サブスクリプションとか配信とかで、はい、もう6ヶ月連続毎月リリースしていくっていう。すげーえ、それは曲貯めてたってことですか？いや、実は、うん、今回出す曲は、うん、このスイちゃんと一緒に作ったこのミュージックスペースのテーマソングと同時期に作ってた、うん、なんか本当にいつも思うんですけど、坂上さんも仕事が早い、うん、マジで早いある種ね、なんか兄弟曲ですよ。あ、なるほどなるほど。テーマソングちょっとだからね、こう和音の進行とかちょっと似てたりするんだ。あ、なるほどなるほど、うん、いや楽しみですね。全部で何曲リリースされるんですか？うん、2曲、12曲か。12曲やばっ出ちゃうよねすげえ。ちょっとそれは本当に坂上さんをマジで尊敬するすごい。それ第1弾はいつリリースなんですか？もう来週7月の8日水曜日の0時から24時です。0時から、うん、0時から配信リリース。3日後ですね。3日後です。ぜひぜひチェックをお願いいたします。上町すいちゃんも可愛いよ。上町すいちゃんでしたはい、それじゃあね、いきなり1曲お届けしちゃいたいと思います。音楽番組ですからね。そうだね。そうなんです。では曲紹介お願いいたします。はい、7月8日水曜日にリリースになります、坂上陽介の配信シングル、聴いてください、君だけ。だらだら抱き合ったり、飽きるまで見つめ合ったり、ふと思い立つのがあなた、その眼差し、yeah. 誰かのためにとか大それたこと言えないけど、大事なものなんていくつもない、君の存在。僕らはどうしようもなく、わがままで傷つけ合ったり、ほっとき冷めない君を包もう、yeah. 夜まで待てない僕ら、 SNS のタブはどうしようか。愛の重さはゼログラビティ、ベーカリーで買ったパンはブナペディ、yeah. 諦め漫画みたいな世界さ、不安定な方がうまくいくさ。日常won't say just、 必要なのは君の愛の言葉。
私こういう雰囲気の曲すっごい好きなんですよ。本当？うん、なんか落ち着いてるんだけど、うん、なんかなんだろう、内たる、内に秘めたる、そう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 、何か厚さみたいなのがすごい感じ取れる。またね、ジャンルで言うと R&B っていうね、うんうんうん、ちょっと大人なテイストが入ってるよね、はい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 、うん、かっこいい。スイちゃんがねこう歌ってくれるようなイメージで、女性の声もサビでちょっと入ってるみたいなね、うんうん、なるほど、うん、兄弟曲ですね。兄弟曲ですよ、うん、宇宙感これもあります。あるよ、いいですね。これはちょっとこれからのあと11曲、うん、もうすごい楽しみになります、うん、いいですね。坂上陽介さんで君だけをお聞きいただきました。さて坂上陽介さんですが、うん、本日のセッションライブのお手伝いももちろんしていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは後ほど、バイバーイ。さてさて、今回ももう一人ゲストが登場してくれますよ。なんとサントリーからサントリーのぶちゃんが来てくれています。もちろん今日も一緒にセッションしますので、皆さんお楽しみに。それでは始めていきましょう。プロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース、オープン。プロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース、星町水星です。そしてここでゲストの登場です。この方、冷蔵庫からこんにちは、サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。のむちゃん、はじめまして。はじめまして。そうなんです、のむちゃんとは、はい、今日がはじめましてでございます。そうなんです、初コラボですね。はい、ドキドキします。ね、私実はのむちゃんのことね、はい、結構見てたんですよ、デビュー当時から。ありがとうございます。そうなんです、なんかサントリーさんが、はい、あの YouTuber やりますよとのことで、えサントリーも VTuber 界に参入と思ってすごい注目してて、はい、あそうでしたか、ありがとうございます。そうなんですよ。でしかもね、私、はい、あの先ほどからずっとサントリーのむちゃんとちゃんと言っておりますけども、実はめちゃめちゃ年上なんですね。あら、私は121歳なんですが、あのスイ、あスイちゃんとお呼びしてよろしいですか。お願いします。スイちゃんと呼んでください。はい、スイちゃんはあの今おいくつですか。あ私はあのまだ18年しか生きていないような。あら、若いですね。遠い昔ですわ。結構なんかのむちゃん、私あの清楚な人だと思ってたんですけど、結構パンチが効いてます。あれそうでしたか。シュ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 、いいですね。ありがとうございます。わーい、のむちゃんはね、はい、あの安田鈴人先生がね、あの衣装とかメイクアップとかにされてますよね。はい、こちらの世界に来て、ね、はい、バーチャル YouTuber としてデビューする際に、うん、はい、先生にお世話になりました、うん、はい、私安田鈴人先生すごい好きで、そうなんですね。そうそうそう、はい、このノムちゃんの宣材写真がサイトとかにボンって出た時に、あ鈴人先生だってすごい注目してたんですよ。ありがとうございます、はい、ね、なんかいろんな動画アップされてますけど、はい、ね、普段どんな動画アップされてるんですか。普段私はそうですね、あのお歌ですとか、うん、ゲーム実況ですとか、うんうん、あとはこうトーク企画の動画などを、うんうん、はい、投稿させていただいております。私実はのむちゃん結構その音楽系のイメージが強くて、はい、なんかあの VTuber さんの歌ってみたとか聞いてると、はい、おすすめに必ずと言ってよのむちゃんの歌動画が出てくるので、どういう仕組みになってるんですか。その流れでも聞きまくって聞きまくって、ドラマ剣だとかライフイズテイスティとか、はい、そうすごい聞いてて嬉しいです、うん、だからゲーム実況してたんだって思ったんですよ、どんな、あどんな、そうですね、ですね、うん、結構こうなんて言ったらいいんでしょうね、シューティングっぽいものですとか、追いかけっこのようなものですとか、ちょっと怖いテイストのものですとか、すべてあの楽しくやらせていただいていて、なるほど、はい、あの私でもスイちゃんのゲーム実況も拝見させていただいてて、あのこうパズルゲームがとっても強いですよね、はいはい、びっくりしました。パズルゲームが本当に全般すべて好きで、おしゃべりしながらあんなに頭が働くものかと、さすが、いつの間にかね、あんな
ことができるようになってましたね。素晴らしいですわ。そうですね。そして当然ですけどサントリーの飲み物も飲んでらっしゃいますよね。はい、大好きで、はい、たしなんでおります。はい、一番好きなサントリーの飲み物。そうですね、結構こう時と場合で変わったりするんですけれども、はい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 、やはりこう一日の始まりと終わりは、サントリー天然水を、はい、はい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 、私もお世話になっております。あ、本当ですか、嬉しい。いいですね、やっぱお水ね。お水で、そっか、はい、あれサントリーなんだ。そうなんです。よろしくお願いします。うまいですね、宣伝が。いやいやいや、そんなそんな。美味しいのでぜひ。なんかやっぱり今まで触れてきた飲み物とか、はい、多分知らないうちにサントリーのものがね多かったりするんじゃないかなって思うんですよ。はい、私 CC レモンがすごい好きで。サントリーでございます。サントリーですよね。そうですよね。嬉しいです。大好きなんですよ、美味しいです、ね、サントリーの CM とかもすごい好きで。なるほど。そう、なんか元気になるやつとか、あとなんかCC レモンの話を掘り下げてあれなんですけど、なんか1年に1回ぐらいパッケージが変わる。そうそう、ペットボトルの形が変わってて、そう、なんかCC レモンすごい飲むから、はい、あ、今年はこの形になったんだなみたいな。気づいてくださって嬉しいです。ありがとうございます。これからも押させていただきます、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組音楽番組だったりもするので、ちょっと音楽の話をねちょっと掘り下げていこうかなと思うんですけども、はい、先ほどもねちょっと話題に出ました、 Life is Tasty とか、うんうん、あと君にルムウム、はい、あと僕たちはまだ世界を知らないの、はい、3曲のねオリジナルソングをのむちゃん持ってるんですけど。そうなんです、ありがたいことに、はい、この制作陣がですねもうね超豪華なんですよ。ありがとうございます。さすがサントリーって感じなんですけど。Life is Tasty なんかジンさんが楽曲提供されてて、ね、お世話になりました。私ジンさんのやってた作品があるんですけど、はい、それがすごい。あ、そうでしたか。そう、続けてやってたシリーズものの曲とかがあるんですけど、はい、もうなんかその曲がすごい好きで、その流れでのむちゃんの曲、はい、聞いて、え、じいさんじゃんと思って、いやー、ね、好きなんだ、好きなはずだわと思って、結構コメントの欄にも、じいさんのファンの方が、あ、やっぱりじいさんだと思ったという書き込みがあって、そういうのを見ると私も思わず嬉しくなってしまいます。そう、なんかじいさんらしさがすごい出てる、明るくてなんかキャッチーですごいんですよ、冷蔵庫の中から。そうなんです、ね、すごい好きなんです、はい、あとは君にルームームが、作詞が畑亜紀さん、はい、作曲がトムハックさん。そうなんです。もうね、はい、私そこそこオタクなんですけれども、なんかすごく見かけるんですよね、トムハックさんと畑亜紀さん。あれめっちゃ見かけたぞみたいな。そう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 、だから本当にね、制作陣が本当に豪華。3曲目がですね、グレイの拓郎さんが楽曲提供してるんですけど、す、はい、グレイっつったらオタク大丈夫知っとるかみたいな。グレイなんですけど、なんかすごいバンドのね方なんですけど、あとベースがね、はい、亀田誠治さん、はい、ってことで、はい、私東京事変がすごい好きなんですけど、なるほど、東京事変のベースの亀田誠治さんがどこから連れてきたみたいな。サントリー、サントリーさんすごいんですよね。サントリーこれすごいですよ、サントリーさん。ああ本当に、なんかじゃあ本当に素敵な方たちにね、曲作っていただいて、いいですね、ありがたかったです。多分ね、のむ友の皆さんもすごく喜んでると思います、嬉しいです。うん、いいですね。じゃあこの後はですね、のむちゃんとセッションしちゃいたいと思います。ドキドキしますね。ドキドキ、はい。